はい、やってまいりました。群馬のハワイでございます。いやすごいですね、これ本当に天気も良くて、本当にハワイにいる感じですね。いや、はい、もう群馬のハワイって言っていいですよね、はい、言っていいでしょう、今日は、はい、これは間違いないですよね、はいはい、ヨシーカントリークラブさんでございます、はい、今日それも暖かいですよね。いびっくりしました。真冬ですよ今、はい、そうですね、俺もう半袖短パンでやろうかなと思ったんですよね。いやいや、もうすごい厚着持ってきちゃったんですけど、うん、この天気はちょっとめったにないかもしれないですね。お二人のパワーが、ね、やっぱパワーが違いますね。パワーがすごいということで、今回、新しくフィッティングしたものをシダ、はい、しながらちょっとゲーム性も入れて、やっていきたいと思うんですが、はい、ダブルスをやりたいと思います、はい、で、ダブルスのチーム分けですが、このここで半分で割って、はい、こっちですね、岡野さん、池田さんチーム、はい、お願いします。対ジョーさん、日野チームということで、はい、ダブルスベストボール方式、うん、もうジョーさんがあの飛距離があるんで、僕ほとんどティーショットは使わないので、いやいやいや、ジョーさんがもし曲げた時には、ね、はい、僕パター持ってきてこうなる。でもこのね、最高なあれですし、はい、クラブもね、はい、ちょっとフィッティングできたんで、はい、ちょっとこれでね、思い切ってやっていきたいと思うんで、本当に、はい、どうですか、大丈夫ですか。大丈夫です。お母さんちょっと心配そうな空気出てますけど。あのパッて見た感じ、これなんですか、はい、どこに打てばいいですか。あの黒いとこ以外に打ってください。黒いとこはダメなの、ね、黒いとこダメですか。でも黒いところ、溶岩に当たるとジャンプしてフェアウェイまで戻ってくることあります。それをちょっと狙いたいです。トータルスコア、マッチプレイ。スコアで。はい。スコアで。じゃあトータルスコアで争う。はい。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあ、先攻後攻決めたいと思うんですが、サッカーの場合ってなんかそういうの決め方ってあるんですか。やっぱ先輩コインで、まあコインありますか。コインありますよ。ありますか。今先輩まで言いましたね。先輩やっぱり後輩ってね、言われるとすみませんね。これちょっと宣伝なり、チームの宣伝なりますけど、ガイナレが作ったガイナレ。ゴルフのマーカーですか。おー、これでちょっと出た方が先行。はい、これレフリーのように。レフリーのように。なんで今取ろうとしたんですか。今のサッカーはどっちですか。落としていいんですか。今はまあいろんな審判にもよりますけども、はい、落としても大丈夫。僕たちは昔なんでちょっともう一回こうやってやってもらって、なんかいきなり小さいことしてたから、お二人の時代のやり方でいきましょう、はい、いやいや、ちょっと待って、ちょっと待って、何それ、キャッチできない、どういうこと。 OKOK、 いいですか。それではあ、うちが先行ですね。先行で、はい、じゃあ岡野さん、池田さんチームの先行で、はい、よろしくお願いします。はい、1ホール目、1番ホール429ヤードパー4です。おー、ナイスショー。どこ行った、どこ行った、ちょい右、ラフ、少しラフ、はい、おー、ナイスショー、ありがとうございます、ナイスショー、いい音、早く初めて振ったのに、あれ、おー、ナイスショー、ありがとうございます、池田さん、ありがとうございます。やりました、池田さんがついてますから、トップアーマーですから、すごいそしてちょっと硬い、ちょっと硬いですか、守りに入ってた、守りに入ってた、絶対守りに入ってた、僕のあれを見て守りにちょっと硬かった。いや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 、ちょっと勝負勝ちに来てますね、ジョーさん、そうそう、今ライン出しみたいな感じで打ちましたよ ね、 ね、はい、今ね、いやもう強い味方いますから、はい、これはちょっと負けない、ジョーさん、まあ、どっちが先に打ちます、僕先言ってやってみますから、はい、これでちょっとミスをしたら僕が井野さんがこううまくこう、ね、カバーするというね、はいはい、いいですか、この作戦でいきましょう、そうです、いきましょう、はい、これで、まあ、じゃあ上ぐらいになるとね、よし、上ぐらいの乗せますから、429、これ乗ったらすごいですよ、これは無理ですよ、岡野さん。うわー、これいったぞ、やばい、あ、落としたね、当たったな、多分出てくるような気がするな、カートに跳ねましたね、おい、ナイスショー、おー、いい球、言った通りですね、あー、ど真ん中、左からナイスショー、さすがです、ナイスショー、さすがです、ティーショット終わりましたが、はい、初めてドライバーをお二人でヒッティングして、はい、そのまま今日来たっていう感じですけど、はいはい、どうでした、でも振りやすかったです、やっぱり、あの今まで使ってるのよりも、うん、やっぱり重みがあるので、はい、なんかこう
振った後についてきてくれるというか、はいはいはい、ヘッドがこう最後まで、うん、なんかそれはすごく感じました、うんうん、もちろん慣れは必要ですよね、はい、振り心地はいいっていう、いや良かった、めちゃくちゃ良かったです、はい、ジョーさんどうです？僕はね、飛ばそうなんて思っちゃったからかなりこう突っ込んじゃって、ね、今ねちょっと吹けましたけども、ちょっとベストボールってなるとそうですね、ちょっと飛距離必要になりますからね。そうなんですよ、そうなんですよ、フィッティングのところとこの、ね、はい、ゴルフ場の環境ってやっぱりちょっと違うので、うん、違いますよね。だからちょっとで前がかりになりすぎましたね。まあまあまあ、まあ、気持ちがだからね、まあまあね、一発目だから、まあだけどやっぱり打感はすごいいいですしね、うんうんうん、もう一回ね、そうですね、次のホールでもやってみたいと思います。9ホールありますね、そうですね、はい、まだまだ、はい、お、ボールありましょう、はい、あ、これが僕のですね、さあ私のがもっと前、はい、もっと前ですもんね、こっちにしましょう。じゃあこっちでいいんですか、はい、こっちでいいんですか、いや前行きましょう、いや前行きましょう前行きましょう、前行きましょう、ここでメンタルいじってきますから、そうですよね、これ勝負ですから、そうですね、わかりました、じゃあ僕もそのやっぱりサッカーでそういう駆け引きやってきましたから、はい、うんうん、あれあの上にあるの、あれはジョーさんの跳ね返ってきたんじゃないですか、あれ、え、こっちで行くんですか、いやいや、こっちで行きますよタイトリスト47、あ、それです、すいません、じゃあここからで、いや拾ってください、あ、それ拾ってください、早く拾ってください、いや早く入れない、いや、なんかね、もう技の見せ所だなとまだいいんです、まだいいんです、まだいい、まだいいですよ、まだ、いや、いいとこあります、同じようなとこありますね、これは、いいですね、これ、こちらが我々、僕のボールです、いいですね、149ヤード、打ち下ろしも込みで149、はい、ね、あれ TV7 って全部あるんでしたっけ、いや、7番しかないんで、あ、7番しかない、じゃあ自分抜くわけ、はい、いい音、おー、ナイス、いいよ、いいよ、ゴッ、いやー、ちょっと前ですね、おー、いいボール、めっちゃ曲がって、あー、左、あー、でもナイス、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 じゃあ、岡野さんから、はい、はい、じゃあ、僕も8番で入れに行こうと、入れに行こうと、すいません、いつもでしょ、何か分かります、池田さんって言ってますから、まあ、ミスしても池田さんいますからね、そうですね、ジョーさん、うん、プレッシャーのかけ方教えてください、岡野さんに、そうですね、まあ何も言わない方がいいですねシーンとした方がいい、そうするとダメですよ、多分、あ、ほら、ね、黙った方がいい、なるほど、あまりこう向こうの柵に乗って喋るともうどんどん調子出てきます、なるほど、やっぱ力入ってんな、よし、144ヤード。大丈夫です、いけるか。9番ヤード。いやー、ナイスショー。やめて、やめて。やー、ナイスショーでーす。池田さんレベルだと、ワンピンに行かないとちょっとイラッとしてます。ちょっと、あ、そうなんですね。ナイスショットじゃないですね。ナイスオンじゃない。ナイスオンじゃないですね。ナイスオンじゃダメなんです。いやいや。ちょっと、岡野さん、待って。あのね、2人がいいとこばっかり見せてるから、俺たちも頑張んなきゃいけないんですよ。まだね。まだね。長いですからね、はい、9ホールありますから、はい、でも今自分のお持ちのクラブだとなんかこうやっぱ手が一生懸命動いちゃうというか、そうですね、そうですね、なんか同じように打っちゃうじゃないですか、はい、さっきと全然違うんですね、やっぱり、うん、選ばれたクラブの方が体がうまく動いてるというか、はい、手が綺麗に動いてる、これいつもゆっくり打つんですよ、もっと、あー、なるほど、確かにそうですね、同じように打ったらやっぱりもう全然手がこう遊んで先に走ってましたから ね、 ね、うん、重さって重要なんですね、そうですね、うん、ちょうど左右同じぐらいです、ね、どっちが遠いんだろう、これ同じぐらいですよねこっちの方がちょっと遠いですか、じゃあそちらからお願いします、はいはい、あ、弱いか、あ、でもいやいやいや、タッチがいいな、うん、あ、でも意外といく、いい距離が残った、そうですね、これは OK じゃないですけどね、はい、え OK じゃないですか、一応マークだけしていただいていいですかおー、来たよこれ、やばい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 、いやナイス、これは OK ですよね、ジョーさんどっちですか、どっち選ぶのどっちでしょ、いいんですか、あの今ティーショット打ってセカンド打ってでこれパターもやったら池田さんが全部なんですよ、いいんですか、いいんじゃない、あ、いい、いいよ、岡田さん全部全カットされるかもしれないですけ ど大丈夫ですじゃあ OK です、OK です OK です、OK です来たよ、うわー、ちょっと強かった、ナイス、ちょっと強かった、ナイス、それで OK が出ない、あれ OK じゃないでしょOK じゃないOK じゃないんだいいライン、ここから切る、惜しい、これ OK ですか、どうします、どうします、
もういや、ごめんなさい。じゃあ、しょうがないですね。しょうがないですね。じゃあ、しょうがなくいただきます。はい、このホール、お互いパーということで、はい、スコア的にもドロー、はい、イーブン。はい。はい、2番ホール、365ヤード、パー4です。ああ、見た。力入ってますね。力入ってる。ああ、でもこっちに戻ってきたぞ。ハワイにやられておりますね。ねハワイ、いいですね。もうあのボールでいいですか？いや、まだいいです。まだですか、まだですか。いやー、池田さん確実に行きますね。ありがとうございます。池田さんは確実だな。はい、そうです。硬い。硬いですね。素晴らしいです。硬いですよ。いや、いいですね。硬い。もう硬い当たり前ですよ。硬い。今日は刻まないと思うよ、俺は。ちょっと打ち行くと、フェードが多分出ると思うんで。はい、ピン狙いながらも。はい。そうですね。はい。うわー、これは沈んじゃったよ。ちょっとドロップしてたかな。そう、ちょっとドロップしちゃいましたね。ね、ちょっとダメだね。ナイストライです。いや、すみません。やっぱ振らしたらダメだな。そう。おー、ナイショー。めっちゃ逃げましたね。あれは。池田さん、あんまりコメントやめてください。やめてください。めっちゃ逃げたとか、初めて池田さんに言われました。めっちゃ逃げた。めっちゃ逃げたってあれ。見つけたんで、せっかくなら、そこで。狙える。狙える。狙いますね。あ、ちょうど狙えるんですけどね。まあ、でも。まあでも大変だ。池田さん、ギリだったな。あれ、もうちょっと行ったら溶岩ですよ。あ、危なかったですね。そしたら、あそこの方が良かったです。そうですね。そうなるんですね。あれのチョイスもあったんだ。いい球、いいよ、伸びたら。おー、ナイスアップ、はい、ナイスアップ、ナイスアップ、ナイスヒーター、うーん、いい球、ナイスアップ、いやでも、あー、ちょっと離れちゃった、うん、あー、すみません、ナイス、ジョーさんのいいところだった、いやいや、でもナイスです、ナイスです、あ、そう、こうです、はい、じゃあ僕もピッチングで、ジョーがいいのを乗せたんで、はい、ちょ先輩お願いしますよ、はい、そうですね、あれどこ打ってんだろう、溶岩です、溶岩じゃあ岡野さんね、だってね、あそこ打ってましたよ今、向きがそう、向きがかなりそうですよね、今ね、けどすげえ向いてたように気がしたんだけど、もうね、あそこの溶岩に俺打つのかなと思って言ってんの、いやいや、もう敵ですから、敵ですから、今日は言いませんよ、いやーナイス、すげえピン向かってる、うわ近い、うわ、いやナイス、ありがとうございます、皆さん、めっちゃ近いから、やばい、あれジョーさんの方が近くないですか、あら近い、思ったよりどうですかね、本当だ、思ったよりね、ちょっとショートでしたね、ナイス、あ、ありがとうございます、あ、いい、いい、おいで、うわ、見ました、見ましたか、これですね、見ました、見ました、見ましたか、これですね、見ました、これだ、こういうこれをねやるんですよ、ありがとうございます、すいません、おさんテイク2で、テイク2、カメラが回ってなかったみたいな、いや、まあ、完全に回ってますよね、ナイス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 バーディー、ありがとうございます、伸びたら入る、伸びたら入る、いやーよし、よし、先輩立てなさいよ、いやいや、もう先輩についていかないといけない、ナイス、いや、ナイスでもやりましたね、本当に負けられない戦いですよ、すごい、はい、はい、ということでこのホールお互いバーディーでトータル7打、今でございます、はい、いや、ナイスバーディー、あー、岡野さんナイスです、さすがですね、よかったね、ちょっと見せれてね、よかったですね、よかったよかった、はい、3ホール目パー3、ピンまでの距離が176ヤードです、
あれなんかヨガ行きました。ポップしてるな、うん、あでもいいキック、ほらいいキック、おー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 、ボールが野人のように動いてます、ね、そうですね、夢大学ですからね。そうわあ引っかかった。これがバンカー届いてる、お届いてる、わすげえ、ナイス、8番で届く、8で届きました、8で行きましたね。わかるんですよ、あの8って書いてあるけど、あの本当は6ぐらい近いかもしれない。わかるんですよ、メーカーの人ですか。じゃあそうですよね、ジョーさん騙されちゃダメ、騙されちゃいけませんね。おお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 、あるよあるよ、乗れ、止まるんかい、あー戻ってきちゃったね。すいません、ごめんなさい。いいいい、あいい球だ、どうだ、届いて、よいしょ、あナイスナイス、あナイス、さ、いやこれ難しそうだな、なんかあれは遠いから寄せるの難しいですよって言いたいですけど、さっきの岡野さんのパッと見ると、はい、入んじゃねえか、いや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 、これはかなり難しいじゃないですか、なんだかんだの兼ね合いでね、本当ですよね、可能性があるんですよ、ありますよね、なんか岡野さんイメージできました、なんとなく、なんとなくもう感覚ですからね、うん、うわこれもいいぞ、おおおい、やばい、危ないな、こっちで話してた、入りそうになってた、危ない、うわ来た、やめてやめてやめて、いやナイスタッチです、ちょっと一応マークだけしといていただいてね。一応厳しいっすね。厳しいっすね。僕か日野くんが決めるからこれ。まあまあね。そう。そしたら終わり。そしたらもう何も文句言えないから。そうでしょ。ダフっちゃったよ。ダフっちゃった。やばい。もうちょいでもうちょいでもうちょいで。ダメだこれやばい。よし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 。いいよ。行け。もっと行け。来た。来た。イエーイ、わー、ナイスだねー、すごい入りましたよ、ちょっと待ってください、 VR 何の VR ですか、これはどうしますか、もうまあ OK でしょうね、あげましょう、じゃあ2人で打ちますから、ありがとうございます、今のはでも入るってすごいですね、いやすごいですよ、いやいや、まあまあまあ、まだありますから、まだあります、ということで、まあ、1打差で、はい、我々ジョーさんチームがリードと、はい、はい、次の輪に行きます、はい、